ブライアン・クエリからドリブルで相馬、あ、相馬選手に、あ、マブンガ選手に入ってレイアップ、ね、同点に追いつきます。相馬スリーを打つか、仕掛けていって外、カーター中入ってツーポイントシュート、サイモンが受けてクエリ、クエリも押し込まれながらサイモン行く、パワーあります。あ、うまく間通してダンク、あ、リバウンド取る、かなり攻守が早く入れ替わります。カーター3ポイント決めました。クエリから山下、前半がつきます。早いパスから一気にシュートを決めていきました。さあ松井、相馬の守備でしたがサイモンに渡る、カーターつく、サイモン中、ペイントエリア内、シュート打つ、しっかりと接戦に持ち込んでいます。相馬、相馬ドリブルから中、クエリのシュート、あー、これでバスケットカウントです。すると得点を、まあ、取っていく一つの武器が見えていますが、ここはカーター、マブンガも吹きます。あー、ファールからバスケットカウント。佐藤の守備ですが、サイモンが入ってくる、サイモン強引にダンクだ。いやー、会場が、春日相馬もついていく、マブンガに渡す、マブンガ、マブンガ入ってきて、サイモン、サイモン、これで同点。島根はここでなんとか得点を取りたい。佐藤、佐藤シュート。京都はどうしますかね、50.4秒、佐藤君武、まあ、6点差ですからね、スリーポイント2本あったら延長戦にまでは追いつけるんですけども、はい、ただもうあと本当に50秒ですから、マブンガに渡すが、ロバート・カーターもついていく。サイモン、サイモンのスリーポイント決まった。残り40秒で、いいんでしょう ね、 そうですね。ですからすかさずマブンガ選手、あ、サイモン選手の方と思ったんですけども、まさかスリーポイントをね、外から狙ってくるとは誰も思ってなかったと思いますので、はい、今の本当によく決めましたよね。まあ、ただ本当に先ほどのシーンも、まあ、クエリもそうですし、佐藤もね、2人で行ってるんですけど ね、 そうですね。松井どうだ、残り時間ほとんどない、長吉、さあそしてマブンガのスリーポイント当たって、ここで試合終了です。芝です、サモーマジック。